もうとにかくどこに話が転がっていくのか全然わからないというね、善悪が通用しない世界なんだなと。日本人には受けがいいと思うな。非常に J ホラー的というか、うん、今年の夏アメリカで一番稼いだ映画とは何でしょう。バービーとか置いといて。バービーじゃないですか、だってバービー。いや、そうなんだけど、制作費に対しての儲けが大きかった映画。やっぱりそれはホラー映画ですよね。ホラー映画なんですよね。ホラーですよね。やっぱり制作費少なくて稼ぐって言えばホラーなんですよ。うん、で、トークトゥーミーって映画がね、ものすごく稼いだんですよ。これね、なんとね、制作費がね 4.5 ミリオンなんで、日本映画の中堅どころと同じぐらいで、アメリカだけで67ミリオンも稼いでるんですよ。あ、すごい。10倍超えてるの。それはすごい。ものすごい稼いでんの。うん。 Because you're nine. You want a turn, eh? My mom leaves at nine. So you're ten. Yes! So where'd you get it from anyway? Apparently it was the hand of someone who could connect with the dead. I heard it was the hand of a Satanist. The other hand's just out there. White people shit, man, I tell you. All right, let's do this! You know the drill. Say, talk to me. Talk to me. Haley, fucking stop it, he's choking! 83 seconds, get it off him! オーストラリア映画なんですよ。ね、なんか役者さんみんなオーストラリアの言葉で喋ってるから、ね、オーストラリア、はい、あとまあ冒頭にオーストラリアならではのシーンがありますけど、カンガルーが出てきますからね。で、誰も出演者あの有名な人がいなくて、監督ももうド新人なんですよ。なんか名前2つありましたよね。ダニーフィリッポっていう人とマイケル・フィリッポっていう人が共同監督なんですが、うん、双子の兄弟なんですよ。兄弟の監督は今までいたけど双子、ね、ブラザーズ・クエイが双子の兄弟ですね。人形アニメーションとかであのすごく不思議な映画を作ってる人がそうですね。それ以外は双子の監督ってあんまりいないかな。珍しい気がします ね、うん、ねこの人たちなんとね YouTube とか TikTok ですごく短いホラーのいろんなフットテージを作ってた2人なんですよ。で、長編映画を作って、それがトークトゥーミーで、これがまあとんでもない今年の映画の中では最もその効率がいい映画だったんですね。面白かったですよね。面白かったですね。もうとにかくどこに話が転がっていくのか全然わからないというね。主人公が黒人の女性なんですよね。そうですね。彼女はまだ高校生で、友達の高校のまあちょっと悪いやつらと一緒にパーティーをやるんですね。そこのパーティーで霊を呼び出す遊びをするんですよ、うん、それが人の手首をその石膏で固めたものらしいんですよね。マネキンの手みたいなのになんかこう新聞紙貼ったみたいなのに見えるような手でね。そう、手に握手をしてトークトゥミーって言うんですね。私と話してって言うと、手を握った人の目の前に死んだ人の姿が出てくるんですよ。あのこうなんかインスタント性ってすごい面白かったですよね。誰でもできるんですね。そう、ゆっくりゆっくり不思議なことが起こり始めるとかじゃなかったじゃないですか。いきなり起こるんですね。もう誰でもあれやったら絶対 100% 誰でもそれが起こるっていうのはすごい新鮮でした ね。で、主人公の女の子は何かすごく問題を抱えてるんですけど、それ最初分かんないんですよね。ちょっとね、分かりにくいようにまあできててね。まあ、ミアという女の子なんですが、お父さんが彼女とまあちゃんとコミュニケーション取らないと。で、家に帰るのは嫌で、ジェイドというそのまあ高校の友達の家にまあ泊まっちゃってると。それで霊を呼び出すという遊びをするんですが、彼女はものすごく真剣にそれをやろうとするんですよね。ハマっちゃうんですよね。ハマっちゃうんですよね。なぜかというのはまあ後で分かってくるんですけど、そこから大変なことになってって、その友達のジェイドのまだ中学生ぐらいの弟ライリーが大変なことになるんですが、ライリーが大変なことになります。大変なことになるんですけども、うん、はい、言えないんですが言えないんですけどね、
このミアという子は実はお母さんが最近謎の死を遂げたんですよね。そのお母さんの死に関してこれは言っていいと思うんですけど、このミアは自殺じゃないかと思ってて、なんで私を置いて死のうとしたのかがわからないから、その手を使ってお母さんの霊と話したいと思ってると。だから Talk to Me ってタイトルなんですけど、日本人には受けがいいと思うな。非常に J ホラー的というか、うん、J ホラー、ね、的ですね。 J ホラーとか、あとまあ韓国のねホラー映画っぽい感じで、キリスト教圏でこんな話ができるんだと思った僕。思いました。だから今までのホラー映画で英語圏内で撮ってると、はい、どうしてもこう解決策をバイブルとか、はい、なんか神父さん出てきて解決しようとする感じになるんだろうなって思うんですけど、うん、そっち行かないじゃないですか。行かないんですよ ね。スピリチュアルなまま行くので、そうそう、スピリチュアルな部分がすごくアジアっぽいんで面白いなと思って、うん、全然キリスト教の影響をね見た上で感じなかったんでね。で実はその悪い人が一人も出てこないんだよねこの映画って。みんななんていうのかな、若気の至りだったり10代の 子たちの独特のはしゃぎ方してるだけで繊細さがすごい溢れてて、ね、うん、自分が遊びたいからとか自分が楽しみたいからとか知りたいからとかいうそれぞれの切実な思いだけでこう動いてるっていうか。そうですね、昔のホラー映画ってチャラチャラセックスしたりドラッグしてるやつらが悪いことをしてで、まあ、殺されるっていうパターンがあったわけですけど、そういうのと違ってそんなに悪い子たちじゃなくて、でもどんどんひどいことになっていくんですね。この辺がねなんか日本的で、日本のホラーって結構主人公たちが全然悪くないのに悲惨なことになるのが多いんですよね。運悪く変な魂に出会っちゃったとか、うん、そういう感じが多いですよね。まあ、リングとかもそうですけど、偶然から巻き込まれていくパターンがね、うん、であとリングがそうだったんですけど、そこからなんとか人を助けようとするんですけど、人を助けようとするとどんどんひどいことになっていくんですよね。回収しようとするんだけど回収の仕方分かんないからっていうね。そう、これもね日本とか韓国独特のホラーの世界でね、キリスト教とかキリストというのがいて神がいるから、絶対に善人はいつか救われて悪いやつはそれ相応の罰を受けるっていう作り方をするんですよ。結構基本の考えがそこにあるわけですね、うん、そこにあるんですね。善悪道徳観みたいなことは神によって保留されてるから、でもそうじゃないとね本当に理不尽なことがどんどん起こるんで、あのコクソンって見ました？うん、コクソンってお父さんが娘が悪魔に取り憑かれて、それなんとか娘を救おうとするんだけど、どんどん悪い状況になってくるでしょ、ね、で国村純さんがね出てくるんですが、謎の日本人として、うん、あの国村純が悪なのか神なのか全く分からなく作ってるじゃないですか。だんだん悪魔に見えてくるけど分からない、そう、人間なのかもしれないしみたいなね。そう、あれに近いね、もう善悪が通用しない世界なんだなと思ったですね今回のね。だから見てる側も主人公と一緒にこう混乱していく感じがありますよね。そうそう、そのお母さんの正体もよくわからないしね。いやだからそれがすっごい面白かった。そのやっぱりお母さんの存在が大きいのは途中からわかるじゃないですか、はい、でもそこからお母さんがどこに属してるのかわからないまま私たちも見てるじゃないですか。で途中から主人公自身がどういう行動してるのかすらもわからなくなってくるんですよね。そう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 、こういうのもすごいなと思って、うん、で僕監督のインタビュー読んだんですよ、うん、やっぱり J ホラーと韓国ホラーの影響だって言ってた。だからすごいアメリカでヒットしたのも面白いなと思いつつ、まあ日本でも行くだろうなっていうのは思いますけどね。復讐三部作ってあるじゃないですか。はい、パクチャヌクの、パクチャヌクのあれも本人たちはいいことをしようとするんだけど、どんどん悪い事態になってくるでしょ。確かに、あの感覚みたい、ね、うん、であとポン・ジュノ監督の殺人の追憶の影響を受けたって言ってますね。あれも犯人はこっちだと思うとどんどん裏切ってく感じに影響を受けたって言ってる監督がね。もう一つなんでこんな話を思いついたかっていうと、自分自身が交通事故にあって完全に意識不明になってて、病院でずっと自分のお姉さんかが手を握っててくれたということがあって、うん、全く身動きできない状態で、要するに死の世界に彼自身がいる感じなんですよ、うん、それで生の世界にいる自分のお姉さんが手を握ってたという感覚をそのまま映画にしようとしたの。すごいいい話じゃないですかねえ。
それいい話なのにどうしてこんな嫌な話になっちゃうのかっていう、もの作りの人の差がですね、ねえ、そのままにしたら感動的な話になるのにしねえのかこいつはと思いましたねいやすごいアイデアだなとは思いましたよ。ねえ、昔からある高齢術っていうのはいっぱいあるけど、うん、どれでもない形を使ってやるわけじゃないですか、ね、アイデアだけですよ。だってこれ制作費こんなに安いんだもん。で一番効率が10倍以上でまだ全世界で公開されてないからこれからどんどん稼いでいくんですね。ですね、やっぱホラーは金脈だなと思いますね。本当に場所少なくて撮れますからね。そう、ホラーというものをこう掘り出せばね、宝が埋まってるんだなと思ってね。まあでも日本で撮れそうな作品ですけどね、これとか日本の誰かが思いついてもおかしくなかった内容だと思いますけどね。ねえ、まあ、カンガルーいないですけどね、日本はね。カンガルーじゃなきゃいけないことはないです。じゃなきゃいけないことないですね。はい。